まさに数千年に一回の一大イベントが起きたわけです。キリストが誕生した時に神が選ばれた証人、証人は皆さんこんにちは、松本明弘です。クリスマスについてご一緒に考えています。ヨセフとマリアはナザレからベツレヘムまでやってきた。その時にイエス・キリストは生まれました。前回はその場面から聖書予言の確かさについてご一緒に考えました。キリストの誕生は誰にも気づかれないほど静かなものでありました。しかしそれは後になって人類歴史を二分するほど重大な出来事であったということに気がつくわけですね。まさに数千年に一回の一大イベントが起きたわけです。実は今そんなにすごいことが起きてるんですよっていうことを知らせるときに誰に普通であれば知らせるでしょうか？やはり王様か、または宗教関係者であれば大祭司か、今日であれば大統領か、または総理大臣か、その人たちに知らせるとメディアを通して国民全体に知れ渡るというふうに普通は考えます。しかしキリストが誕生した時に神が選ばれた証人、証人は羊飼いだった。そのことがルカの2章8節以降に書かれているんですね。皆さんは羊飼いと聞いてどのようなイメージを持たれますでしょうか？当時のイスラエルで彼らはとても謳げられていました。そもそも今ベツレヘムは住民登録で人々が集まってごった返している状態ですね。そんな中でこの羊飼いたちは野宿をしながら羊の番をしていたって書かれている。彼らは住民登録に行かなくていいんですか？行かなくていいんですね。なぜなら市民権がおそらくなかったんですね。住民登録する必要もないほどに仮想階級であったということがわかります。そして彼らの通るところ、時々物がなくなるなんていうことが言われて、羊飼いは裁判での証言をする資格なしと当時は言われていたんですね。そういう人を神様はキリスト誕生の証人として選ばれた。神様の選びって不思議ですね。もう一つ思い出すことは、キリストの復活の証人として選ばれたのはマグダラのマリアでした。当時は女性は裁判の証人としては資格なしと言われていた。そういう人を神様は選ばれたということですね。ところで今日の場面は、以前行った家にいながら聖地旅行のベツレヘム編でたくさんの写真や映像を使って説明している場面ですから、ぜひそちらもご参考にしていただきたいと思います。それではルカの2章8節から読んでいきますね。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。野宿してたんです。家に帰れないんです。もう何日シャワー浴びてないかわからない。本当に厳しい仕事ですね。そして予番をしていたんです。仮眠を取りながら羊の番ペをしていた。大変な勤務体制ですね。また、もしそこに獣が襲ってきたならば命がけで戦わなければならない、非常に危険な仕事でもあったわけです。そうやって彼らは人々に必要な羊を育てるという役目を果たしていながら、人々からは見下げられていた。本当に割に合わない仕事だなっていうふうに思いますね。今日も日本の社会においてこれは絶対に必要な仕事であるにもかかわらず、そういう仕事をしている人が見下げられるというような場面があると思いますが、人から見下げられたとしても神は決してその人たちを無視しておられないということが今日の箇所を通してわかると思います。しかもここはイスラエルですから、羊は食用だけではなくて神殿に捧げるための生贄としても用いられたわけですね。その中で一番有名なのは杉越の祭りに捧げられる子羊。この羊もまたこの羊飼いたちが育てていたのかもしれません。面白いですね。今まさに人類の罪を取り除く神の子羊でいらっしゃるイエスが誕生したという時に、それを最初に目撃したのは神殿に捧げる子羊を育てていた羊飼いたちであったということです。神様はこの羊飼いたちにキリストの誕生を知らせようと天使を派遣するんです。2章9節。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。この主の使いの名前は出てきていませんが、もしかするとガブリエルかもしれませんね。ここにさらっと書かれてますが、主の栄光という言葉が出てきます。これは非常に重要な言葉ですね。なぜならば主の栄光はかつてソロモンが建てたあの神殿の至聖所にあったんですけれども、バビロン捕囚の時にこの神殿が破壊され契約の箱が持ち去られた時に、その主の栄光はイスラエルを去ったというふうにエゼキエル書に書かれているわけです。その主の栄光が今500数十年ぶりにイスラエルに帰ってきましたという場面なんですね。どういう形で帰ってきたのか、イエス・キリストという形で帰ってきたんだということです。そしてこの主の栄光を東の方で目撃し、あれはユダヤ人の王がお生まれになった印だというふうに発見したのが、次回お話しする東方の博士たちであったわけです。2章10節。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。この民全体に与えられる大きな喜び、イスラエル全国民に与えられる喜びを知らせるために神が選ばれたのはこの羊飼いたちであったということです。さあ、その喜びの内容とは何でしょうか。11節。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日、つまり今生まれたばかりです。今生まれたばかりのこの一番ホットなニュースを伝えられたのが羊飼いたちであったということがわかります。ダビデの町、これはベツレヘムですね。ここで誕生した、誕生しなければなりませんね。2箇所5章2節によると、ベツレヘムで救い主は生まれなければならない。ここに聖書予言の成就があるわけです。12節。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。御使いは羊飼いたちが探しさえすれば発見することができるためにこの印を与えてくれた。布にくるまって貝羽桶に寝かされている赤ちゃん、それはベツレヘムにたとえ何十人の赤ちゃんがいたとしても一人しかいない、必ず見つけられる印を与えてくれたわけですね。13節。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。さあ、先ほどまで一人の御使いだったんだけども、その後からたくさんの天の軍勢、どれぐらいでしょうか。以前天使という動画で天使についてお話ししました。天使はどれぐらいいるのか、それは数えきれないぐらい。黙示録を見ると千の幾千倍、万の幾万倍、つまり何億という単位で天使が存在するんでしょうけれども、その天使の聖歌隊クワイアが神を賛美した。どういう内容ですか。14節。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。Gloria in excelsis Deo。 まさかこの時天使がラテン語で歌ったとは思いません。羊飼いにもわかるヘブル語で歌ったんではないかと思いますけれども、世界で最初のクリスマスキャロルを歌ったのはこの天の軍勢である天使たちであったわけですね。15節、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。これが私は羊飼いたちがキリストの誕生の証人として選ばれた理由ではないかなと思います。彼らの行動力ですよ。このことが知らされた時に、あ、そうですかで終わらないで、早速見届けてこようと彼らは出発したんですね。次回見る東方の博士がエルサレムにやってきた時に、メシアが生まれたということをエルサレムの祭司長や立法学者たちは2箇所5章を開いて知るんです。あ、そうか、もう生まれたのか、じゃあ行って礼拝しようとは誰も言わない。分かっても動かないんですね。でもこの羊飼いは早速行動しました。16節、そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。天使から言われた印の通りに探したら、いたいた、ここにいたということで探し当てた。探し当てたばかりか、近づくことができた。礼拝することができた。この羊飼いたちの汚い身なりでも近づくことができるようにと、イエス様は羊を入れる洞窟の中でお生まれになってくださったんだなということがわかります。17節、それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。つまり彼らは見て満足しただけではない。自分たちの聞いたこと、見たことを知らせた。別の言葉を使うと、証言した、証しした、証言する資格なしと言われていたこの羊飼いたちが、その近辺にいる人たちに救い主がお生まれになったんですよということを知らせた。さあ、周りの人は信じてくれたでしょうか。18節、聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。彼らは耳を傾けました。聞きました。信じました。だから驚いたんですね。神様はこの羊飼いたちの証言を信用に値するものであるということを証明してくださった。羊飼いたち嬉しかったでしょうね。自分たちの言うことは誰も信じてくれないというふうに思っていたんだけれども、今回このことに関して人々は自分の語ることを信じてくれたということの喜びで満たされたと思います。20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。冷やかしじゃなかったんです。御使いは真実を語ってくれたんです。そしてこの御使いを派遣したのは神様でありました。自分たちは人々から謳げられていた。しかし神からは謳げられていない。神から見捨てられていない。自分たちが証人として選ばれた。そして私たちの証言が用いられた。そのことが分かった時に彼らは喜びに満たされたし、それと同時にこれまで長い間出来上がってしまった彼らの内側の劣等意識が癒された瞬間ではなかったかなと思います。おそらくそこにしばらくとどまっていたかったでしょうね。でも羊が待ってるんですよ。帰らなければならない。私たちも仕事が待ってます。仕事に戻らなければならない。しかし羊飼いたちはそこに帰るとき、いやいやながらではない、神をあがめ賛美しながら帰っていったと書かれているではありませんか。これは救い主に出会った結果もたらされた喜びですね。この羊飼いの姿から私たちはいくつかの大切なポイントを教えられます。特に今日強調したいことは、彼らは知らされた時に探しに行ったんです。その結果見つけることができたんです。その結果喜びに満たされたんですね。今日神様はあなたにもキリスト誕生の知らせをお送りくださいました。どうなさいますか。あ、そうですかと終わるだけではなくて、ぜひ聖書を開いてご一緒に学んでみませんか。そしてこのキリストは本物の救い主であるのかどうかということを追い求めてみようではありませんか。神様はこの羊飼いたちがキリストを正しく発見することができるようにと印を与えてくださった。そして神様はあなたが真剣に求めさえすれば、このイエスこそあなたの救い主であるということが分かるための印を用意してくださるお方なんですね。今年のクリスマスがあなたにとってイエス様こそ私の救い主ですということを発見し、あなたのこれからの人生が喜びと賛美に満ちあふれる時となりますように心からお祈りしております。それではこの続きは次回またお話ししたいと思います。ありがとうございました。